はい、ということでご視聴ありがとうございました。ここからは解説をしたいと思います。まずですね、今回やったストップモーション2つで合計250枚の写真を撮ってます。というのも、まあ要は簡単な話で、例えば自分がさせたいポージング、例えばなんですけど、ここからこうしたいと、からこうしたいと、このポージングを元の状態からここのポージングをしたいと、そしたらできるだけ細かくその動きを追っていくんですね。撮ってこうやって細かく撮った画像を並べていくっていう作業ですね。もうあとは本当ひたすらそれです。ひたすらに細かくやっていくだけですね。これが細ければ細かいほど滑らかな動きになってきます。ですんで僕の動画も全然まだまだなんですけどね。まあでもすごい労力はかかるんですけど、まあ、暇つぶしにもすごくいいし、何よりこう完成した時めちゃくちゃ面白いんですよ。で、必要なものはまず必ずスタンド、それからまあスマホでもカメラでもいいんですけど、あとはこう本当はね、タンクっていうなんかアームみたいなのがあるんですけど、それもあればこう例えば空中にピョンって飛んだりとか、そういうのもできるようになります。それを、ライトルームやフォトショップで消すっていう作業があるんですけど、まあそれはねちょっと難しいので、今あるものでこうなるべく安価にやるとしたら、まあ、最低限カメラを固定するスタンドがあればできるかなと思います。動かさないところは動かさない、そして動かすところは動かす、それがコマ撮りにとってのポイントですかね。まあでも僕のコマ撮りなんて全然まだまだなんですけど、まあこうやってね面白い画像が動画が作れるのは魅力だと思うので、もしこう気が向いた時は皆さんやってみてください。可動フィギュアがあればね誰でもできると思うので。いやー、久々のねコマ撮りは疲れましたね。非常に疲れましたけど、とても楽しかったです。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また別な動画でお会いしましょう。バイバイ。